はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ、ギタリストの竹下でございます。本日のサウンドチェックはこちら、行ってみましょう。ズーム社提供、ズーム G14、19番のプリセットですね。 GS ブギーです。はい、ワンパターンで大変恐縮ですが、まずね、初めてギターを触る方、そして、久しぶりにギターを触ってもう忘れちゃったなっていう方には、ルートと、ゴドンのね、パワーコードで、スモークオンザウォーター、名曲ですね。これからまずレッスンしてみましょう。はい。続きまして、イギリスが誇るプログレッシブバンド、イエスですね。ロンリーハートのイントロいってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツしまして、誰にも弾ける広島の声です。ゆっくり丁寧に弾きましょう。シェアミュージック横浜校で、ギターを教えさせていただいております。ありがとうございます。私をご指名していただいても結構ですし、他の講師の方をご指名していただいても結構です。まずはフリーダイヤルでお電話ください。そしてね、無料体験レッスンが用意されてますので、無料体験レッスンを、経て、まあ、講師と生徒というのはもう相性がありますからね。どうしてもこの人じゃなきゃダメとかね、そういうのないと思うんですね。まあ、シェアミュージックも本当に、レベルが高いんです、講師の。まずそう簡単に講師とは、ね、採用されないんで、狭き門をねくぐってきた、講師なので、まあ簡単に採用する教室もありますし、なかなか採用されない教室もあるわけですよ。なので、まあ、シェアミュージックでね、採用していただいたことは誇りに思ってます。はい。その他ね、いろんな音楽教室を教えさせていただいてきましたが、今のところシェアミュージックが一番いいですね。宮地楽器さんもすごくいいですよ。はい。で、私は本職はクラシックギターなんですが、アコースティックギター、クラシックギター、まあ、基本ギターですね。一番弾けるのは実はピアノなんですけどね。共にね、学ぶ、共に成長する、そういった感覚で私はレッスンに挑ませていただいております。それでは、ギタリストの竹下敦子をお送りいたしました。お電話お待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。